心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回は逆境体験は力になりますかについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問は、逆境体験は力になりますかというご質問です。答えとしては、たとえ直接はつながらなくてもとお答えします。逆境体験と令和というところで見ていきます。以前振り返ると、以前は逆境からいろいろ這い上がっていくという話が多かったというふうに記憶します。しかし最近は、才能がある人が活躍するという話が増えてきている、目立ってきているように思われます。その一方で、逆境を生かすという話に関しては、ここ最近は以前ほど見られなくなったように思われます。いわゆる親ガチャ、才能ガチャという話があります。家の環境を親ガチャと言ったり、才能の差を才能ガチャと言ったりします。環境や才能のところに重きを置く考えが最近広がっていると思われます。前提には才能や環境で決まる要素が大きいというところがあると思われます。この価値観の中でというところです。この価値観の中で精神疾患になったというのはどういう意味なのか、そしてこの価値観の中で幼少期過酷だったという逆境体験はどんな意味なのか、そして幼少期から発達障害があることはどんな意味なのかというところがあります。ご質問として、逆境体験は力になりませんかというご質問ですけれども、最近では特に否定的な意見を目立つところ、例としては、傷ついたことからカウンセラーになったりするという話などがあります。こういった休息の逆境体験を生かしてカウンセラーになる、人によっては休息の体験を生かして介護の仕事をしたいと思う、こういったモチベーションを持つ方は少なくありません。しかし、その動機と例えばカウンセラーに求められるもの要素というのは違う。なので、必ずしもこの動機づけが適応につながったら限らないという話があります。むしろ動機の偏りというところから独善的になって逆効果になることすらあるという話が指摘されることがあります。例の2つ目としては、医学部の多浪生の話があります。医学部を受験する人がいて、多浪して何とか受かる人、もしくは受からない人もいるかもしれない。あとは逆に動機なく現役で入る人というのがいます。実際のリアリズムの話で見ていけば、その後の勉強や仕事というところでは、ある種の地頭が勝敗を分けることが実際は少なくないことを目撃します。特に課題がもう決まっていて、そのレールにどこまで早く添えるかという話であれば、動機より才能がものを言うというところは少なからずあります。それは確かに正論、しかしそれが全てかというところです。動機とニーズは違うというところ、多くの仕事などで動機とニーズは確かに違います。その中では、いくら情熱があってもニーズを満たせなければ、ニーズとずれてしまっていれば評価は低くなります。その逆もまた真です。そうすると、一見動機は無意味なものにも見えてくるところ、しかし一方で、その人というところで見れば、心を伸ばしていく、人を伸ばしていくのは動機と熱量というところがあります。その人が、その人の才能、器の中でベストを尽くせるかというのは、動機や熱量次第というところがあります。熱量や動機がなければ、それこそもう才能で勝敗は決まってしまう、下克上する余地はないというところがあります。そして現実に、じゃあどう沿っていくかといえば、ニーズをつかむところまでその熱量と動機を生かしていって、自分を伸ばしていくというのも方法になるというところです。そして、逆境体験は動機と熱量の源というところがあります。この逆境や悔しさというところは、動機の源になる側面というところがあります。もしこの逆境体験がただの不運だったり能力不足ということであれば、これはもう無力感を学習するのみということになる、学習性無力感を取るのみになってしまいます。一方、仮に取り組んで才能差が残ったとしても、向く方向を変えるということはできるんじゃないかというところはあります。よく前のめりに倒れるというような、これ坂本龍馬の言葉ですけど、あります。結果というのは正直時に変えにくいことがあります。しかし、倒れ方は変えられる余地があるんじゃないかというところ、前に倒れるかどうかというのは、自分が、信念の方向を向いているかどうかというところがあります。そのためにも逆境体験は力になりうるというところです。才能があっておごる人というのは言います。
内面がどうであっても才能で勝つということは特にこの時代においては多いです。一方、影響が増えるほどその内面の在り方というのはどうしてもにじみ出ます。であった場合に周りの他者への影響というのはどうかというところです。一方で才能がなくても取り組む人がいます。実際努力をひたむきにしたところでしばしば才能の壁前に破れることはあります。しかしその立ち向かう姿と内面というのもまたにじみ出るところです。それによる周りの他者への影響はどうかというところがあります。逆境体験は力になるかというところ、確かにそれが直接仕事などに生きるわけではないことが多いです。しかし根源での熱量にはなりまして、この熱量を冷静に生かせば力になるというところ、そして生きる姿勢というところは結果に関わらず周りに影響を与えるというところがあります。精神疾患の経験は力になるかというところです。この経験は直接は生きるかどうかは微妙、生きられない時もあるというところです。そして不利になることも多いというところです。しかしこのことも噛み締めるは熱量になりまして、冷静に生かせば力になるというところ、逆境はありつつも生きる姿勢というのは周りに影響を与えるところはあろうかと思います。偏見や無理解も力になりうるというところ、偏見や無理解というところ、これはなくなることはないと思われますし、実際多くの方が経験する、時に直面することがあります。しかしその逆境と悔しさが根源としての熱量につながるという部分もまたあります。そして偏見を受けても無理解を受けても前を向く姿勢というのはやはり周りにも影響を与えるんじゃないかと思います。ただし冷静さも大事というところ、この熱量大事ですけれども、主観や押し付けになってしまえば確かに逆効果になる、これは事実です。その場や立場で何が求められているか、ニーズは冷静に観察してなるべくは掴んでいくことはやはり大事かと思われます。その上でニーズを満たしていくために根源の熱量を使っていく、それによって才能などの差を埋める余地はあり得るんじゃないかとは思われます。今回ご質問、逆境体験は力になりますかを見てきました。近年は努力等よりも才能が重視される側面、風潮がありまして、その中では一見逆境体験はマイナスにも見えてきます。確かにこの生かし方には注意が必要ではありますけれども、根源の熱量を持つために逆境体験は力になりうるところがあります。精神疾患の経験や偏見もまた逆境体験でありますけれども、冷静に熱量を生かせば力になりうるところがあるんじゃないかと考えます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。